はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。今日はですね、5月病ってどういうものかについて解説しようかなと思います。具体的にはですね、5月病とはどういうものか、で実際にですね、季節性、気圧、天気との関係はどういうものか、うつとこういうね、季節とかの関係はどういうものかってについて、解説しようかなと思います。はい。でですね、早速本題に移りますが、5月病っていうのはですね、正式な医学病名じゃございません。はい。なので5月病ってないんですよそもそも一般的に言われてるけれど、そういう病名はありませんね。でどういうものかっていうと、まあ一応、まあどういうふうに皆さん使われているのかっていうことを医学的に解釈すると、まあ新生活、4月から始まる新生活に伴う、まあストレス性のうつのことを5月病っていうんじゃないかなと思います。だからまあ4月にいろいろね、生活変わる人多いじゃないですか。学生さんだったら学年が変わったり、ね、中学から高校、高校から大学と進学したり、もしくはね、大学卒業後進学したりとか、いろいろあると思うんですけれど、まあ、新しく慣れない環境で、まあ、めちゃくちゃ頑張るわけですよ。で、めちゃくちゃ頑張るので、5月になったら疲れが溜まると。それがドッと出てくるのが、まあ、5月病だったりしますね。はい。まあ、ストレス性のうつのことを指します。まあ、ストレス性のうつのことを、まあ、適応障害とか言ったりしますけれど、まあ、それはまた適応障害で別に動画撮ってるので見てください。で、5月病っていうのはですね、まあ、日本だけの言葉で、欧米だとですね、1月病とか9月病っていうみたいですね。1月病っていうのは、まあ、クリスマス明けってことですね。クリスマス明けの1月になったらどんよりして、なんかつまらんな、おもんないな、苦しいなみたいなのが1月病で、9月病っていうのはバカンスですね。8月にバカンスがあるので、その後に、まあ、落ち込む人が多いっていうのが9月病ということでございます。はい。で、実際、じゃあ5月になったら患者さん増えるのかってよく聞かれるんですけれど、そんなことはなくてですね、患者さんが増えるのは6から7月ぐらいですね。で、概要欄にも貼っときますけど、浜松医科大のなんか精神科の先生がなんか、ちょっと統計というかですね、論文を書いていらっしゃって、それにはですね、6、7月に増えているっていうふうに書かれてましたね。だからうちのクリニックともの、まあ、患者数とも結構同じ感じですね。だから5月に来るんじゃなくて、ちょっと後に来ますね、いう感じです。で、僕のイメージですけれど、おそらくですね、5月になったら、まあ、みんな調子悪くなるんですね。仕事の悩みとか、慣れない生活の悩みがあって、まあ相談できる人とかは、まあ、相談してですね、で、だんだんこう、友情とかですね、恋愛とかを深めていったりして、夏になったら結構弾けると。弾けちゃって。で、そのままいい感じで行く人もいれば、秋になってくると、やっぱりこう、なんていうのかな、元々の病理というか、性格というか、まあ、構造上の欠陥というか、それは会社とかのね、会社とかの構造上の結果なのか、まあありますけど、秋ぐらいになって潰れてくる人も、結構いるし、相談できない人は、まあ、そのままうーっと落ち込んだまま秋を迎えたりしますね。で、5月の時点だと、結構ですね、みんなダウンしてるったりするんですけれど、そこからですね、やっぱりこう復活する人もいれば、なかなか復活できない人もいるという感じです。だからコロナの時と似てますよね。コロナも始まった時はみんな調子悪くて、みんなどんよりしてたんだけれども、コロナが始まって1年経ちますけれど、景気のいい業界もあれば景気の悪い業界もあるということですね。で、意外とですね、在宅勤務が増えて仕事量も減って、こう精神的には楽になったって患者さんも結構いるんですよ。一方で人に会わなくなって、で、新しいコロナっていうね、事象に対してやっぱり適応ができなくて、変化についていけなくて落ち込む人もいて、まあ似てますね。明暗くっきりとすると。だから5月の時点では結構、どんな人も落ち込んでるんだけれど、その後ですね、後に結構明暗が分かれるっていう感じはしますね。はい。
で、次に移ります。実際にその鬱とですね、季節性、気圧、天気との関係はあるんですかということを話そうかなと思うんですけれど、これはですね、結構、まあ、よう分かってないです。今研究中っていう感じですね。で、季節性鬱っていうことは、まあ、知られている、いるんですね。それは、まあ、おぼろげながら知られてるって感じですね。で、主に冬場が多いと言われています。で、統合失調症とか、躁鬱病の人とかはですね、まあ、季節の変わり目に病状が悪化することは結構あったりしますね。で、もうちょっと先に行きますけれど、まあ、睡眠覚醒障害とかいうものとか、あと過食症ですね。はですね、冬場になると症状が悪化するって言われてるんですよ。だから過食症の人は、冬の方はよく食べるというか、で、冬の方はよく眠るというかですね、寝すぎちゃうとか、いうことが起きます。まあ、なんとなくそうかなって気はしますよね。なんか別になんかそんな気しますよね。僕もなんか冬になったら結構食べちゃいますしね。なんか脂っこい、なんかね、お魚とかお肉とかもね、脂が乗って美味しくなってくるじゃないですか。だからついついね、なんか脂っこくてね、味の濃いも食べがちですよね。あとなんか冬ってよく寝ちゃいますよね。眠いというかね。なんかまあそうだなって気はしますけど。で、今研究してるんだけれど、まあいまいちあんまりよく分かってないっていう感じですね。で、ですね、まあ、脳の模型持ってきましたけど、まあ、ちょっと見づらいんで、まあ、気になる方はまたウィキペディアで見てください。前科前頭皮質、これが脳なんですけれど、前頭野っていうのがですね、ここの前の方ですね。前の方の、ここら辺に目があるんで、目の上の辺ですね、ここら辺の活動とか、左頭頂葉下葉、これがこうだから左のあちゃんと貼ってますね、ちゃんと、頭頂葉っていうのがですね、前頭葉とここに側頭葉っていうのがあって、ここのことをここの間のところ頭頂葉っていうんですけど、頭頂葉の下ら辺ですね、ここら辺の活動が低下するっていうことが、なんか知られてるみたいです。ファンクショナル MRI かな。で、分かっていて、まあ何かしらの、その、なんていうのかな、生物学的な問題っていうか、なんかあるのかなっていうのは、おぼろげながらに分かってるんだけど、まあよう分かってないですね、実際。で、ですね、光線療法っていうのがあってですね、光をバッと浴びることで、うつを治すという治療法もあるんですけど、もうヒサロみたいなやつですね。これもまあやけどの問題とかいろいろあったりしてですね、まああんまり普及してないっていうのがあるんですけど、まあでもよくわからんんですね、光線療法とか、あと気圧とか天気っていうのもですね、季節ですよ、季節でわからないんだから、季節とかそういう夏と冬って全然違うじゃないですか。それでこれだけ違うのにあんまりよくわからないので、まあましてや気圧とか天気っていう微妙な差はね、より研究しづらくてよく分かってません。でも患者さんの訴えではやっぱ気圧の変化がでちょっと調子悪いですとか、天気が悪いんで調子悪いですっていう人は結構多いので、まあ文化バイアスというにはあまりにもその、なんていうのかな、皆さん言うので違うんじゃないかなって気がしますね。だから、まあ、100年後の医学というか生物学に期待って感じですね。今はまだよく分かってません。で、よく分かってないし、臨床上応用させるっていうこともなかなか難しいですね。だから冬だから調子が悪いから薬を変えるっていうやり方は特にしませんね。うん、まあなんとなく調子悪くなる人が多いから警戒してくださいねっていうふうに、まあ診察室でアドバイスするっていう感じかな。あとは皆さん調子悪いからあなただけじゃないですよと言って共感を示してほっとしてもらうとか、まあそういう感じですね。うん、まあ、たまにいますけどね、本当にこの時期になって絶対鬱になるとか、絶対躁状態になるっていう人が、本当に1000人に1人ぐらい、まあもうちょっといるかな、たまにいますけどね、本当にあなたは季節で変わりますね、みたいな患者さんが、時々いますけど、まあそんな感じですね。まだ、医学的にはよくわかっていません。やる治療っていうのは基本的に、季節性鬱であっても季節性うつじゃなくても同じうつ病として治療を行います。はい、ということですね。
では、今回はですね、五月病及び、季節性うつとかのことをちょっと解説してみました。はい。では、以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方、グッドボタン及びチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ちなみにですね、今日、雨降ってるので、僕のアトピーはめちゃくちゃ悪いですね。なんかこの顔が赤くなって、かゆいですね。アトピー僕はあるので、もう天気が悪い時、天気が悪くなる前日は、かなりアトピー悪化します。はい。ではまた。